を春夫「私が今述べようとする話はある野蛮人の迷信に関するものである」「一体野蛮人にだって迷信はある」「この点は文明人といささかもそう言わない」「ただ文明人のものは 複雑で理屈ばっているのに比べて野蛮人のものはもっと直感的で素晴らしいだけだ野蛮人にだけ迷信があって文明人にはそんなものはないともし考える人があるとするとそれはとんでもないことだ文明人が見て野蛮人の風俗習慣の中にたくさんの迷信があると思うように野蛮人が見たら文明人の社会的生存の約束の中に そそれこそ多数の迷信を発見するだろう我々が道徳だと思ったり正義だと考えたりしていることでさえも彼ら野蛮人はひょっとすると迷信だと考えないとは限らないちょうど我々が野蛮人の道徳や人道を迷信だと思うのと同じことだ話の正当な順序として 私が君に説明しなければならないのはこの野蛮人の中にその生活の中に一種不可思議な鳥がいるということである彼らはその魔鳥の名をハフネと呼んでいるハフネとはどんな鳥であるかちょっとハトのような形で白くって足も赤いということではある がその形態をこれ以上によく知っている人はこの世界にはないのである。というのはハフネを見たことのある人は生きている人間の中には一人もないからである。というのは一度この鳥を見ると人はきっと死ななければならない運命を持っているからだ。もっとも死なない人間でこの鳥を見ることのできる人間も ごく稀にはある。しかしそれはハフネ使いだけであるこのマチョハフネを自由に駆使する人間のことを彼らはマハフネと呼んでいる普通この蛮族は名詞の頭へ M 音をくっつけることでその名詞を動詞化するそうして動詞化された詞はそのままで その行為をする人という意味にもなるしかしこういう言葉の戦議などは私もあまり詳しくはないし第一話にも関係もないから「魔鳥」と「魔鳥使い」というふうに覚えていてもらおうそうだその他にも地名や人名なども一切略することにする野蛮人だって 生命は大事なものにする。この点は文明人と決して変わりはないそこでこの蛮族の仲間ではそれが目の前へ見えてきたら死ななければならないというこの魔帳は無常旋律になっているそしてこういう魔帳を自由に操って人を悩ませる魔帳使いを人類の呪いとし人類の最大の敵としているこれは極めて当然のことである 一旦こういう魔鳥が実際にあるものと信ずる以上は。したがって、魔鳥遣いが発見されるような場合には、仲間の人々は、その魔鳥遣いを一刻も早く殺してしまうことは無論、ただ魔鳥遣いその人だけではなく、その一家族をも一人残さず、立殺することになっている。それは 魔帳使いの能力というものは遺伝的なもので一人の魔帳使いを出す家族である以上その一家族のすべての人間がいつどんな機会に再びその恐ろしい能力を発揮するかもしれないからであるまたこの場合たとえどんな音徳を受けたことのある人間でも魔帳使いの一家族に何らかの助力なり助言なりをするものがあったならばそのものもまた 魔鳥使いとして一族が殺されなければならないこれが彼らの正義だからであるそれゆえ彼らの社会では魔鳥使いであるということは最大の罪悪であり魔鳥使いと言われることは普通の人間が魔鳥を見たよりもさらにより以上な戦慄である 普通の人間が魔鳥を見た場合には死ぬものはただその当人だけである。しかも魔鳥使いであることはただ当人一人ではなく一家族の無残な死を意味しているのである。しかもこの蛮族は異常に家族を愛する種族である。こういう危険を冒してまで人はどうして魔鳥使いなどになるのであろうか。このことは私にも。 どうしても了解できなかったそれゆえ私はその蛮族の間を旅行している間しばしばそのことを彼らに質問したことがあった彼らの答えはほぼ一様に次のような簡単なものであったそれはわからない我々は魔鳥使いではないからけれどもたぶん 「厄介オットフが来てそそのかすのであろう」「厄介オットフ」というのは祖先の霊のうちの悪いもの悪霊という意味である「厄介オットフが来てそそのかす」という言葉はごく単純ではあるがすべての悪を伝統的で神秘なところから来るものと考えるこの彼らの心持ちは 案外に暗示的でなないい。こともないまた超自然でそれがしかも自分にだけ特別に持つことのできるある力がもしあったと仮定してみると我々は実際その前には善悪の判断や思考の犠牲などをも忘れてそのキーな能力を得られることの誘惑に身を投ずるかもしれないこれは考えうることだ人間の中には確かにそのような性質が潜んでいる それを多量に備えた人間もある。隠れ身の隠れ傘の伝説がありしかも少年たちはその話をどんな怖くてきな気持ちで聞くかこう考えてくると魔帳使いになる人間があったとしてもこれは必ずしも不思議なことではなさそうであるただそういう魔帳があり また魔鳥使いのようなそんな途方もない能力を自然が人間に与えるものかどうかということだけは言うまでもなく考えられないことであるそれなのにこの万族は皆一様にその魔鳥のあることを疑わずそうして生きているものは決して魔鳥は見ないという理由で見たことのないものの存在を正当なものにしているそうして 瀕死の万人たちはその絶望的な幻影の中に皆この祖先からの言いきたりの白い羽の足の赤い小鳥をきっと見るのかもしれないそれにしても魔鳥使いというものはどういうふうにしてあるのかその魔鳥使いを誰がどんな具合に発見するのかこれがまた面白い問題である。 要するに、仲間の者が町椒使いに仕上げてしまうのだ。皆でそう認めてしまうのだ。その他に何の証拠もあるわけではない。ありうるわけもない。それではどんな人が町椒使いにされてしまうのか。ほんの偶然のことだ。仲間たちにどうしても腑に落ちないことのある人間。その腑に落ちないことが度重なる人間。 そしてその同じ人間が他人に害を与えたような場合にはこれはどうしても魔柱使いだという疑いを免れることはできないはめになる例えば一人の人間があるとするどうも急に平勢とはそぶりが違ってくるどうしてそんなに人嫌いになったり塞ぎ込んだりするのだかそのわけを誰も知らない人々は彼を注意するようになる どうもあの目つきがおかしいというようなことを言うものが出てくる人々は一層注意して彼の目つきを見る彼はふと自分が魔鳥使いだと思われているのじゃないかと気がつくと無論立然とする人を避けるようになる彼を仲間の者は疑いを持って見るし仲間の者の持っている疑いを彼は測ろうとするもう こうななってはいけない。け彼らは「親愛」という合鍵を互いに失ってしまうそうして互いに閉ざされた霊は疑いをせり上げ合う仲間のある人間が魔帳使いだと思われているものと行き違うとする彼は異常な嫌悪で相手を見る相手は恐れはばかるようにそっと彼を見る折から偶然のことにも 彼は家へ帰ってから発熱すするる。と仮定する病床で彼はその発熱の原因を探してみて、町おづかいに出会ったときにお寒がしたのを思い出す。そこで言う。そうだ、あの男に出会った。寒気がするのはそれからあとだ。あの男はやっぱりどうやら町おづかいらしいぞ。もう一遍偶然のことに、この彼の熱病は何か流行性のものであったとする。 そこで見舞いに来た人間が皆その熱を感ずる。その人間たちは皆で言う。なんと魔鳥使いというものは恐ろしいものではないか。彼らの病気が重くなって中には死ぬものが出てくる。三人も死に、五人も死ぬ。いずれは魔鳥を見て死ぬのであろう。もうこうなっては魔鳥使いだと言われていた人間は。 本当の魔鳥使いになりきってしまって、だから仲間のものはただでは済まさなくなる。こういうふうに魔鳥使いは何かの拍子に仲間からそう認められてしまうだけなのである。病人たちが目の前へ今に魔鳥が見えてきはしないだろうかと考えることは、その刻々気味の悪いことであろう。それにもまして。 何かの表紙に魔椒使いだと認められはしないだろうかと空想することはそれこそ世にある限りの旋律ではないかしかし彼らとてもそうむやみと誰でも彼でも見る人をでたらめに魔椒使いにしてしまうわけではもとよりない彼らが人を魔椒使いではないかと疑い出す最初の動機は その疑われる人間がほとんど全ての場合前にも述べたようにいかにもおおとして不安げな表情を長いこと持ち続けていてそれの理由が他の人々に決してわからないことに起因するらしい私はこの点についてこの迷信の意味に富んだ暗示を見るのである一体 この上もなく簡単な野蛮人の原始的な生活の中には当然のこととしてそれほどに深い憂鬱というものはありえないものであろう。もしあるとすればそれは病気などのごとき肉体的の苦痛が主なるものでこれは一見して誰にでも得得できるものである。他にまた例えば他種族との間の不和というような社会人としての彼らの優秀もあるには違いない。 けれれどももこれは一般共通のものである。それゆえに前述のものとその類を全くことにした個人的の言うも問でしかもそれは他人に打ち解けて解くこともできないようなものを魂に抱いているとしたらこれはなるほど考え方によってはその訳の何なるかを問わずそのこと自体がすでに一つの重大な罪悪であると言えるかもしれない。 憂鬱なる魂を悪とするところの準拠は実際成り立たないことはないのである。そして種族の精神の中にそのような不透明なものの影を絶対的に滅却しようとすることはいいことであるかもしれない。ことの是非は論決できないまでも要するに彼らは自分たちの大多数と表情の違ったところの人間を滅亡させようとするのである。 なんという無法なことだとそう考える人もあるかもしれないそうだそれは無法でないこともないけれども注意すべき点はこの無法は決して彼らいわゆる野蛮人だけに特有なものではなく全くその通りのことがいわゆる文明人の中にもそっくり行われているという一事である私はこの同じ旅行中にも ある文明国の植民地を見たがそこではその文明国人が植民地土着の民でけれども相当の文明を持っている人間をその風俗習慣をことにしているということのために殺しはしなかったけれども牛馬のように偶しているのを見たこれなども文明人が他の表情をことにしている文明人を圧倒しようとするありふれた一例である。 また私はある文明国の政府が当時の一般国民の常識とややその趣をことにした思想それによって一般人類がもっと幸福になりうるというある思想を抱いていた人々を引っ取られてそれを危険なる思想と認めてしばしばその種の思想家を牢屋に入れ時にはどんどん死刑にしたのを見分したこともある文明人たちもまた 野蛮人たちと同じく自分たちの理解しないものをことごとく悪と決定し去ってその不可解な表情魂の表情を持っている人を根絶することに努力する文明人の中にもまた「魔帳使い」と認められた人々は多数にあるだが私は今は文明人たちの話をしようとしているのではなかっただから 話を再び野蛮人たちの方へ引き返すが前述のように魔椒使いだということを認定されて消滅させられた家族は蛮人たちの中にも昔からなかなか少なくはないらしい今にそれぞれ彼らの口に伝わる歴史に残ってきているその不幸な一家族がどういう童貞で魔椒使いということを認められたかを一つ一つ調べてみることも あるいいは面白いかもしれないしかし私はそれには格別それほどの興味を抱いてもいなかったがたった一つこの旅行中で私が偶然に知った話だけは参考のために記してみようと思うおそらくそれはそれらの例のうちでも最近のものであるらしいこの旅行中で よほど大きな島の大部分はいわゆる万地であって従っていまだ人々の極めなかった地方が随分にあるいやむしろ万人漁の産地はほとんど人に知られていないところの方が大部分だといえるであろう冒険家は無論のこと万人自身でも知らないような場所さえままある近年 全く偶然のことである冒険家が発見した有名な場所のごときもおそらくはそのような地方の一部分であったらしいそこは一万尺を少しばかり超えただけの山地に過ぎないのだからこの場所がそれまでの間人に知られなかったというのはその奇妙に険悪にできている知性のためであろうと思う危険な番地であるからということは言うまでもないこととして またその奇妙な険悪さが同時にこの土地を近来それほど有名にしているのである。というのはこの土地へ行くには今までのところほとんどたった一つしか道はないのでそれは西部の地からだけ進んでいけるので東の方からはほとんど絶壁といっていいような9度の傾斜でしかもそれがこの山地からほとんど海岸までしたがって この高地に立って見下ろすと雲の下はすぐ海であるようなありさまであるそれだから東の方から行くということは絶対に不可能でありまた南と北とから通ずるためにはやはりそれ相応の県路とそれに数え難いほどの晩社とを通過しなければならないのである西の方からならばその点が割合に楽な上に 通り過ぎる番舎の数もそう多くはないししたがって番上もほとんど統一されているからその地方の番人の事情が特別に不穏でない限りは大した不安なしにこの珍しい景色を見ることができるのであるそれにその地方の番人は古来から番人のうちでは穏和な習慣を持っているそうであるしことに私が旅行した時のごときは 特別に我々の民族に好意を示していると言われている時でもあったし私はあえてその景色を見ておこうという気になったのであったたとえその景色がなかったにしてもどこでもいいバンチを歩いてみたいという旅行者には当時その地方が一番よかったのであるしかし盤上というものは全く予想し難いもので聞けばその地方も最近 私がこれを書く今日では、為政者のちょっとした見込み違いから、我々同族に対しては大変な反感を抱いているとかで、もしそうだとすれば、私はちょうどいい機会にあの景色を見てきたことになる。私はその前夜は一晩、万人の部落にある警察署で宿泊した。警察署といっても、それは小さな一つの砦である。 そのぐるりにはこの付近の水生岩を拾い集めて積み上げた胸壁が二重に取り囲んでいたし別にまた武器小屋のそばには根津の番が犬と一緒に終夜見張りをするそうであるそこで一夜を明かしてから今朝は未明に出発して正午前後には目的の場所でそのロマンチックな光景に接するはずである私たちはこの朝も 昨日と同じく川に沿うて遡っていくのであったしかし川に沿うてという概念が与えるように川岸を行くと思ってはいけないむしろ川をいつも却下に見下ろしながらこれも面白い眺めであったがごく高い道から四方を見下ろしながら行くのである万地の道は いつでもこのように高いところを集うてその展望を利用しながら不意に現れるかもしれない万人を警戒しつつ住むのである私は武装した二人の警察官に左右から守られたどんな平穏な番地を行くときにでもきっとこれだけのことはしてくれるのであるその私たちの後ろからは全く気化している万人が二人 道案内を兼ねて荷物を背負うてついてくるこの話はなかなか本題に入らなかったこの話はそれらの荷物運搬人がこの道中でこもごも話したのを警察官の一人が私に通訳してくれたのであるこれはおそらく魔鳥使いの一族が滅ぼされた事実の最近の一例であろうと思うがしかし 無数の口を通ってから私の耳に生きたらしくもういくらか伝説のように感じられるところがある大雑把な話し方でけれども大体筋が通っているしかもそれは想像によらないでは知る方法のないことをも述べているところを見ると万人の中にもまたそのような才刊があっていくらかの暗示のもとには理路をつなぎ合わせたりある場合にはまた たく想像したりすするるることともするものと見えるいずれは単純なものであるがピラはサッサンの娘であるコーレはピラの弟であるサッサンには他にも娘や息子があったそうであるけれども皆一緒に殺されてしまった その時生き残ったのは一番年上のピラと一番幼いコーレとだけである一体事の起こりはピラにあるのだピラは十八にもなったのに入れ墨しなかったピラは美しい娘であったから嫁にもらい手はいくらもあったのだどんなに美しくっても この万人の仲間では額と頬とに入れ墨のない女を誰も美しいとは言わないまたそんな女をめとることはもとより女として思いをかけることも彼らは恥としているもしそんな女と夫婦らしくする男があったら人々はその男のことを未熟な果物を食ったと言って癒しむのであるピラは美しかったし それに折ることも縫うことも何でもできたしもう十分に年を取っていたのに入れ墨をせずに自分で自分を未熟の果物としているのであるこれが第一にわからないことであるそれにピラのうちでは父のサスさんをはじめ皆地面を見つめて歩く癖があるしまた人と行き違うときには慌てて目をあげるがすぐに目を外してしまう 彼らの一族では子供たちでさえも決して笑ったことがない。誰しもサッサンの家のものを魔帳使いではないかと思うのは無理ではない。そればかりではない。そのころこの番舎には大変な不幸が降りかかっていた。というのは万人たちの知らないうちにいつの間にか彼ら自身の領土の中へ入り込んでいた ある文明国の軍隊の長い大悟が万人たちの土地を貫いて強行軍したそれは万人たちが考えることもできないほどたくさんの人数であった平地にはそんなにたくさんの人間が住んでいるかと疑い驚くほどの人数であったその上この平地から来た無数の人間たちは万人に対して いかに平地の人間でもこんな非道なことがよくもできるものかと考えられるような行為をあえてしたのである彼らは手向かいも何もしない万人に向かって理屈もなく降伏せよと言って命令したその屈服の印にはある建物の中へ万社の男は皆集まれと言いつけた彼らは言ったのだ万人の男どもは集まれ そこに集まったならばその者たちは正直な基準した者どもと思うそしてそれぞれ土産物を分けてやる定めた場所に来ない者は反逆者として討伐する万人たちはそんなに多数のしかも武器を取った人間を見て驚いている最中であったこの意味の分からない言い伝えを受けてどうしていいか判断に迷ったが ともかくもこの際言われた通りにするより方法がないと考えた彼らは言いつけられた建物の中へ集まったその人数は八十何人かあったしっかり戸を閉めたその建物の外から突然火が燃え上がったその中にあった万人たちは皆焼け死んだこの番社の万人どもは 平最も凶暴なやつらだったと軍隊では言いふらしたそれからその番車を出発してまた行軍を続けたサッサンの住んでいた番車はその焼かれた番車ではなかったがその次の番車であったサッサンの番車でも八十何人かというような人数ではなかったが三人や五人くらいは殺された この行軍の通り道になった番舎ではどんなに少なくとも3人や5人は犠牲になったのだから晩人たちは自分たちの種族の中へ降りかかったこの災難を見てこれにはきっと魔帳使いの呪術があるに相違ないと信じていたそれなのにその軍隊の後へついて歩いているピラを見かけた人があったという噂であったその頃ピラは 16ぐらいだった初めのうちはそんな途方もない噂を誰も信じなかったのであるけれどもそれから後のピラやその一族の様子を見ては皆その頃のピラの噂をもう一度新しく思い出したそうしてその少女がその凶暴な軍隊の後をし通っていった理由は誰にも分からなかったのである 中にはしかしピラがその軍隊の兵卒に侵されたのだというものがあった。彼らは言った。だからピラは額にも頬にも入れ墨をしないのだ。入れ墨をしてももう他種族の民と交わったその女を誰もめとるものがないであろう。そうして入れ墨をしようと思えばその女は今まで自分の身に起こったすべての出来事については何もかも。 入れ墨ときに打ち明けて話さなければならないこれがこの種族の掟きだからであるピラのことをそういうふうに言うものも少しはあったけれどもしかし大部分の人はその娘たちを「魔帳使い」と決めてしまったサッサンの小屋へ火をつけた逃げ出してきた家族を 小屋を取り囲んでいた人たた人ちが引っらえそれから切って殺した人々の捉えた中にはピラとコーレとが見つからなかったきっとピラが最も小さい弟のコーレを抱いて逃げたのであろうけれども彼らがどこをどう逃げたかということはいまだにわからないしかし逃げてしまっていたことは間違いない ピラはコーレを背負ってどんどん人気のないところへ逃げ込んだらしい。しかし3日ほどしてピラはコーレを背負ったままもう一度自分の部落へ出てきたのだ。それから何もかも告白した。それは初め部落の人たちのある者が言った噂と同じことだった。ピラはそこで命だけは助けられた。その代わりに、 そんな浮上を長いこと隠していてその上に社内を騒がしたというのでブラクから追放されることになったそういう女をブラクの中に置くことは万人の社会では許されがたいことだからである命だけ与えられたピラはもう一度コーレを背負って山の中へ入っていったピラは 山の中で何年かの間コーレを養うてコーレと二人で住んでいた部落の者たちは時折に遠い狩りに出て彼らの小屋というよりはホラー穴を見ることがあったが皆見て見ぬふりをして通り過ぎたピラはコーレに言った私たちは魔鳥使いではなかったのだ 私たちのお父さんもお母さんも殺されたけれども、誰も魔帳使いではなかったのだから、みんなのオットフは、半ンオットフを渡ってポケンに行っているのだ。ヤージャオにいるのじゃない。私たちにはただ不幸が降りかかったのだ。その不幸を与えたのは誰だか知らない。でも、私たちは不幸を与えた人に復讐をしなければならない。これ お前は新月の出るときにいつもその方へ矢をいなければいけない。出なければ私たちは育児のない人間になって私たちは半合オットフの怒りを受けなければならないから。ピラはそこでコーレに弓のようなものをこしらえてやった。コーレは木の枝の矢を新月の方へ放った。新月は、 いつも西の方彼らの追われた故郷の上へ現れたオットフというのはレイのことだまた自分の影のことをも脈拍のことをも彼らは同じようにオットフと呼んでいるこの一語の中にこの蛮族の性に対する哲学を見ることができるそれから 半豪オットフというのは「霊の端」という意味でオットフはそこを渡ってポケンすなわち極楽へ行くのであるポケンという言葉はまた根元という意味でもあり故郷という意味でもあるポケンへ行くことのできるものはしかし元より良き霊パラックオットフだけで悪い霊、イやっかオットフは ヤージャオに行かなければならない霊の橋は虹のようなもので悪い霊がその上を渡ろうとすると橋は消えてしまって悪い霊はヤージャオの中へ落ち込んでしまうヤージャオというのは地獄の意でそこにはそこに陥ったものを処置するために空想できる限りでの巨大なカニが住んでいると言われているまた 復讐は彼らの社会においては一個の道徳的義務であるからどうしても遂げられそうにもない復讐をしかしその意思だけは決して失っていないことを祖先の霊に認めてもらうためには彼らは普通いつも新月の季節に神聖な新月に向かって誓いの印に矢を放つのである13歳になったコーレは 山の中にいい遊び場所を見つけた。ある日この地方に特有の激しいスコールに驚いてコーレはその遊び場所から帰ってみるとピラは死んでいた蛇に噛まれた指先から毒素が腕をつとうて首の方まで登っていったのだコーレはその死骸のそばで長いこと泣いた 気がついた時にふと見上げるとスコールはすっかり晴れて虹が現れていたしかもその虹は彼らの小屋の上から出ているのであったピラがその虹の上を歩いてポケンに行ったことをコーレは疑わなかった虹はきっかりと大きく空にかかっていつまでも消えなかったからである コーレは虹の橋のかかっている末には自分を母のように育てたあの姉やそれからまだうろうぼえにその面影を忘れずにいる父や母や兄弟たちがそこにいるに違いないと思っているそれにしてもなぜあの日姉を失った日にいつまでも消え残っていた虹の行方を追っかけていかなかったろうコーレはたった一人生き残った自分の不幸せを なめる術はなかったただ獣のようにあちらこちらをうろつき歩いた再び元の小屋へ帰ろうともしなかったもう帰ってみても人はいないし食べるものも残ってはいなかったコーレはひょっくりとどこか見たこともない草原へ出てきたそこには白百合の花が一面に咲いていて それが檻からの風に皆同じように揺れ動いていた百合の花がそのように動くことは彼らの信ずるところでは何かうれしいことのある前兆であったコーレはしかし何の望みもなく歩き続けた木の茂みの下の道でシーレクドリが一は泣いていたそれはコーレが行こうと思っていた道の中央にいたのである なんという嫌な前兆だろう。この占いはメラーフだ、大凶だ。けれどもコーレは別に何の絶望もなく生き続けていた。コーレに今更これ以上の絶望や不幸があるであろうか、きっと白百合の花の占いの方が当たっているのである。にわかに大粒の雨が落ちてきた。けれどもこれは別に異常ではない。いつもあるスコールに過ぎない。 コーレは一番大きな木の下にしゃがんでいたスコールはすぐに晴れ渡って丸い虹が現れたコーレは歓喜の声を上げると空を見入りながら一山に駆け出したどれだけ走ったか知らないコーレは不思議なところへ出てきていたもうこれ以上に駆ける道がなかった目の下は 急に低くなっったた雲であったその雲の中へ深く落ちって虹は一松の青い雲の底できっぱりと消えていたコーレはぼんやりとただ立っていた一帯の万人たちが赤い飾りのある落胆を着て狩りの支度で林の中に潜んでいた。 追い込んでしまった鹿がもう一度出てくることを待っていたのだふと彼らの一人は遠くに後ろ向きになって立っている一人の少年を見かけた彼はそれを指さした彼らは足音も立てずにその方へ近づいたそれが自分たちの番舎のものでないことを認めると彼らの一人は鉄砲の狙いを定めた 少年は頭を地面に叩きつけるとまっすぐにぶったおれた狩りの万人たちは這いながら出てきた一人が声を上げて遅れたものを差し招いた「来い早く来い来てこの首を取るのだお前の嫁取りの資格はできた」若者が出てきて その見知らない少年を覗き込んでから、母場の広い刀で首を落とした。きっと裸で、そして首のない小さな屍が、ひっそりとしたところへ残されていたであろう。そうしてその上で、あの大きな虹がおもむろに薄れていったろう。そうして、 その断崖には海の方の下界から夜が来ただろう。私は万人たちの話を聞きながらその屍がそんなふうに横たわっていたという場所を私たちが今行こうと目指しているその波外れた風景のある場所を空想していたがやがて歩き続けていくうちに私は万人の社会にもあるところの また文明人の名信について何かと考えてみたのであったそれはこの文章の前半に書いた通りのことである。